これって。事態が動き出したぞ。おいおい。先生、どこですか先生。一体どうなっている。キャラハン教授が行方不明、パワハラの証拠も上がっているだと。警察とギルドにも理科大学に踏み込まれ、私まで事情聴取を受ける羽目になったのだぞ。君たちが来て一日でこれだ。一体どんな疫病神かね。え、彼らのせいじゃありません。全てはキャラハン教授の、いや僕たち全員の問題なんでしょう。カトル君、ま、パワハラなんかは把握してなかったわけねえよな。仕方ないだろう。私とて彼の研究そのものにとやかく入れる立場では。ベルヌのような複数資本で成り立つ合弁グループの難しいところですね。読み方ってる？それがメリットであると思いますが、あの先生が暴走しちまってたのは誰から見ても明らかだろう。まだ原因の確定してねえ動力ネットや動力供給網のトラブルについてもな。担当直入に聞くが、あの先生、妙な連中とつながってたりしなかったか。例えば裏社会、マフィア絡みとか。さすがにそこまではないと信じたいですけど、理科大学とベルヌ社の研究は外部投資を受け入れるのが伝統なんです。その意味で土壌は整っちまってるか。あんだけの最新端末を揃えたことといい、可能性は否定できねえな。根拠のない憶測はやめたまえ。この大事な時期に外に漏れて妙な噂でも立ちでもしたら、だったら少しはトップらしい対応しやがれってんだ。警察やギルドに回されなくても済むようにこの若造どもが雇われたんだろうが、こうしてる間にもキャラハンがどうなってやがるか。ここが腹のくくりどころじゃねえのか。ビル・タウンセント CEO、 親方、わかった。私が知っていることを話そう。くれぐれも他言無用でお願いしたい。その私たちにも守秘義務はあります。こちらの株主である広告との契約である以上、そのあたりは信用していただけると。まあ出るのに過小を作れるのもこちらとしては損じゃありませんしね。くっ。キャラハン教授の様子が変わったのはここ 1,2 年ほどだ。共和国軍からの次世代兵器、推進の依頼、なんていうのこれ、まあいいや、長年彼が引き受けてきた分野のコンペでクローン変えた教授に敗れたあたりからだろう。やっぱりそういうことなんですね。以来彼は取り憑かれたように独自の研究を進め始めた。内容は知らないが、相当な設備投資とマンパワーを必要とする何らかの研究。やがて彼は外部スポンサーを手当たり次第に当たるようになってな。そして半年前にアンカービル紹介なるところが破格の投資を申し出たと耳にしている。その名前は、そちらの情報部に引っかかってた名前か。まさかコートと同じパターンかよ。ええ、アンカービル紹介、あのメッセルダム商事と同じく彼らのダミー会社の一つと目されています。
彼ら、とあるマフィアのことです。アルマータ、ギルドや警察が最もマークしている。な、そんなのとキャラハン教授か。噂くらいは聞いたことがあるな。近年縄張りを広げてるみてえだが、ジオリにもよってそんなのを見過ごしてたってのか。私のせいじゃないぞ。情報が回ってきたのもつい先日だ。それにマフィア絡みの経験など止めたりしたら何をされてたか。知らずに手伝わされてる助手どもを第一に考えろっつんだ。あの天才教授に負けちまって血眼になりながら進めている研究、同じ分野の可能性は高いかもな。そしてそこにマフィアが莫大な投資をしている状況ですか。嫌な予感がします。それも途方もなく 0.35% まで抑えた動力供給網の異常も今朝になってまた悪化してきています。あの研究室とは別に今も別の場所で研究が続いている可能性は高いかもしれません。だとしたらキャラハン教授はそちらの方に。ならとっとと見つけ出さねえとな。昨日夜も本格的に書き回らせてもらいますが、当然依存はないですね。気に食わんが仕方あるまい。だったら認証カードのランクも相応に上げてもらわねえとな。えい、カードを出すがいい。どこまで上げてくれんの。まあ、いよいよもう別に A とかその辺まで上げてくれてもさ、 B か、ランク B、 昨日おっしゃってたグレードですね。そのランクは滅多に発行されることはねえぞ。文句はねえが若干せこいな。ここは一気に A に行くとこだろうが。無茶言うな。こいつがあれば昨日よりさらに動きやすくなるんだろ。早速行動開始ですね。マフィアの尻尾も掴んでみせます。お願いがあります。できれば僕もしばらくあなたたちに同行させてくれませんか。キャラハン教授のことはハミルトン門下にも無関係じゃありません。博士が留守中、何とかするのは僕の役目です。どうかお願いします。カトル君、ま、いいだろう。ただし一緒に行動するからには裏解決屋としての解説が主体になる。お前さんにも俺たちの業務に付き合ってもらうが構わねえか。昨日やっていた。ええ、もちろんです。きっとお役に立ってみせます。そっちのことはよろしくね。私もいろいろとつてを当たってみるから。カトル君はあまり無理はしないんだよ。うん、皆さんも一緒だからエレネイもどうか心配しないで。きっとなんとかしてみせる、博士の代わりにね。うん。こっちもキャラハンが機材を調達した業者なんかを当たってみるつもりだ。何か分かったら連絡する。カトルよろしく頼むぜ。ああ、任されたぜ。ところでアニエス、昨夜光ったんだってな。はい、多分キャラハン教授からの最後の通信があったタイミングではないかと。いよいよ濃厚ですか。ええ、今までもゲネシスがあそこまではっきり光ったときは。何の話ですか。ゲネシス、ああ、こっちの話だ。まあそのうちにな。ごめんなさいカトル君。まあいいけど、何か事情があるみたいだし。それでどこから調べましょうか。できれば一度ヤンにクロンカイト教授の話は聞きたいですが。ケータク教授が目の敵にしてた相手か。研究についても知ってそうだったしな。いいだろう。それといいかげん昨日の依頼人にも話を聞かねえとな。匿名で依頼を出した。だいぶ目でもついてきたし、そろそろ白黒をつけておくか。では新市街や職人街を回りつつ理科大学に向かう感じですね。ええ、2日目の活動業務早速開始いたしましょう。 OK。 なるほど。そしたらまあここはカトルはやっぱねメインで使っていってあげたいような感じもしますね。能力的には彼回復ができるので若干アニエスと仕事は被るか。まあでもいいかな。
うん。なんかつけてやるか。他にもなんかブティックかなんかあって、それそっちでなんか防具とか強化できたりするのかなと思ったら、そういうのもなさそうなんで、ここで僕買っちゃいますか。いかがしましょう。またお越しください。いかがしましょう。あ、微妙に足んね。構成的に。よし、オッケー。またお越しください。いかがしましょう。またお越しください。あとはオーブメントの方も。いらっしゃいませ。開けれなかった。フェリーの負けてやりてえな。負けちゃうか。あ、まあ3つ目まで相手になったら別にとりあえず放置でいっか。うん、またどうぞ。よし、
じゃあ一通り回っていきますか。まずは職人街。OSPC。とある機密情報が盗まれてしまったんだ。大事に、大事になる前にどこかを奪い返しをして、くれぐれもベルヌ社の人間には内緒にして、内密にしてくれ。ホテルのロビーで待ってるぞと。なるほど。こういった依頼が来るのか。はい。ちょっとギルドには相談できなそうな。ですね。そしたら。ホテル。目的地に向かいます。もうホテル入ってなかったな。店判定もらってない。そういうことね。あ、そっか。ハニートラップに引っかかった。しょうがねえな。認証カード盗まれた。エアトラム最高だな。わ。違う違う。ディスカルコーポ。なんだろうって来てたけど、活動範囲が本当に広がってるんですね。そういうわけでもねえか。イスカル工房。あ、ショップ。何でもまた来てくれ。何でも言ってくれよ。また来てくれ。何でも言ってくれよ。あ、僕に用がなかった。よかった。また来てくれ。猛獣警告。目的地に向かいます。行きましょう。おっと。気をつけなさい。
うるせえな。まとめて蹴散らします。全力だよ。かー、これで切れます。ギャー、とどめです。イグニス、ランペイジ。じゃあもう一回。まとめて蹴散らします。かー、これスキルだよ。エンドゲームです。お疲れー。おまけだよ。これからも頑張ります。じゃあ警察に任せます。これで解決だね。報酬が振り込まれたわ。よしよし。じゃあ次行きましょう。ここにも掲示板あるのか。どれどれ。エスメレ。よっと。な、告発関連もこっちに来てんのかな。入れるー。ニガトマト。ウサコ行き。解決業務開始だね。採掘所に行くのか。では向かいましょう。さて、こっから先ってことね。この先は扉で閉じられていますね。この扉はもらった鍵で解錠ができるはずです。あ、でっけえゴキブリ。勝てこいつ。行きます。ここが勝機です。お、結構軽くあるじゃん。あ、カトルこれフィールドラックって結構火力もあるし部活もある。いいね。楽。レベルアップだ。ピオも主人公してる。あ、楽強い。
なかなかいいぞ。いいデータが取れたかな。大したもんだぜ、カトレス。そこだ。放線開始です。邪魔なくばしよっか。そこだ。次に行くぞ。敵の村、そこだ。制動開始。邪魔だから使用可能です。これ魔法攻撃扱いなのかな、やっぱり動力銃ってことで。そこだ。ただこの転がった後の攻撃当てづらいですね。優秀優秀。射程を持ったほど長くねえな。早い早い。うん。上場の結果かな。大したもんだぜ、ガトル。そこだ。そこだ。それそれ。えい。それ。はい。一撃。決まってましょう。じゃあ発動。うん。上場の結果かな。バッチリです。それ。カトル君。はい。そこだ。いや。一気に決めるぞ。ドライブ開始。
ドライブ開始。おすすめだからお届けします。めちゃめちゃ楽。よいしょ。上場の結果かな。いや、数多いな。めんどくせ。もう一気に奥まで行っちゃいますね。よし、回復装置。どうやら区切りみたいです。だからいいタイプの回復装置なんで、この先おそらくボス戦があると思います。とりあえず今回はここまでにして、またこの先は次回続きやっていきたいと思います。はい、よし。では英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート92はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。